アルモ、周囲の状況をモニターへ。了解。見ての通り、エルシオールは現在前後を敵の艦隊に挟まれている状態だ。光線圏内にいる敵だけでも大型戦闘母艦に、高速戦艦、高速突撃艦、もう一度作戦内容を確認する。了解。正直言って自分でも無茶な作戦だと思う。だが活路を開くにはこれしかない。みんな俺についてきてくれ。お前さんを信じてリュウタクト、しっかり守ってあげるから安心して目標エリアまで突き進みな。よし、前期発進、エルシオールも後に続け。よっしゃ、任せときな。おや、タクト、私の活躍が見たいのかい？
3番機、攻撃を開始いたします。そんなに見つめられると照れんね。トリックマスター、攻撃に成功いたしましたわ。敵に回避されました。ところでタクト、エルシオールは大丈夫かい？外した？いや、回避したんです。了解、あんたを信じるよ。回避されたか、さすがと言っておくわ。今の攻撃をかわす。危なくなったら私に命令するんだよ。少しは楽しめそうね。すぐ助けるからさ。よっしゃ、任せときな。わかったわ、タクト。やるわね、今のを回避するとは。5番機、今の攻撃を回避なんて少しは楽しめそうね。やるわね、回避しました。今のを回避するとは。こんな敵だろうとぶっ飛ばしてやるわ。今の攻撃をかわすなんて少しは楽しめそうね。攻撃、止め、回避しました。回避されたか、そろそろ潮時かしら。もう少しだけ生かしておいてあげるわ。了解、あんたを信じるよ。今の攻撃を回避したんですの？侮りませんわね。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。狙いがそれましたわ。やった、敵を倒せました。よし来た、タクト。ちぇ、無事だか。でも二度は外さないよ。敵の攻撃かわしたよ。じゃないじゃない。ハーベスト攻撃装置。ちぇ、無事だか。でも二度は外さないよ。よし、いいところに当たったわ。タクトは運がいいよ、ね、今日の私は機嫌がいいんだ。ビンゴ、見たか今の一撃。今のここ番機、目標を撃破。よっしゃ、任せときな。攻撃を回避できた。この私を信じな。タクトのために一肌脱ぐよ。トリックマスター、了解ですわ。外した？いえ、回避したんです。そんな攻撃でハッピートリガーの装甲は貫けないよ。了解しました。よっしゃ、任せときな。敵の攻撃かわしたよ。じゃないじゃない。よし、直撃っと。タクト、すぐ落としてやるから待ってなよ。トリックマスター、被弾しました。まだなんとかなりますわ。敵の攻撃かわしたよ。アンカークロー、じゃない。攻撃をかわしました。エネルギーが足りなくなってきた。ダメージはありません。呼吸はまだ大丈夫かな。外れちゃったか。今度は絶対に当てるわよ。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。ストライクバースト。了解、すぐに向かう。大丈夫、かすった程度だよ。ビンゴ、見たか今の一撃。敵の破壊に成功。何起こったのよ。
目標レーダーで捕捉。やった、行ってくるよ。敵を倒せました。回避に成功しました。よっしゃ、任せときな。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。タクトさん、攻撃を回避できました。タクトさん、ラッキースターが避難しました。しました、やりましたわ。タクトさん、タクトさん、攻撃を回避できました。やったよタクト、敵を撃ち落としたわ。分かったわタクト。目標を捕捉した、行ってくるよタクト。少し痛かったですけど、まだ大丈夫です。タクトさん、アンダークローン。よし当たった、絶好調だね。やられないように注意してね。修復を開始します。リピアメール。オッケー、任せといて。どこ当たってんだい。当たってないよ。攻撃に向かいます。わかったわタクト。打ち損じたか、けどまだまだ。よし直撃っと。タクト、すぐ落としてやるから待ってなよ。よっしゃ任せときな。よしかわした、狙いが単純なんだよ。目標の中枢部に命中。うまくいきましたタクトさん。はいタクトさん、オッケー任せといて。攻撃をかわしました。敵は私に任せて、タクトは目標エリアまで突き進むんだ。しまったか。大丈夫、かすった程度だよタクトさん。攻撃を回避できました。ここが正念場だ、気合い入れていくよ。分かったわ攻撃。やった、敵を倒せました。ダメージございません。攻撃を倒しました。ご心配なく。はいタクトさん、目標を確認しました。攻撃に移ります。バースト、私に任せといてタクト。外したか、でも二度は外さないよ。しまった、外したか。タクトに恥ずかしいとこ見せちまったね。打ち損じたか。攻撃を開始します。けどまだまだ。どこ狙ってんだい。当たってないよ。了解、あんたを信じるよ。狙いがそれましたわ。私としたことが。今日は紋章機の反応がいいよ。以上の効果、まさに自分の手足って感じさ。ラッキースター了解。了解、あんたを信じるよ。了解、攻撃を回避、ダメージが減る。ハーベスター目標からの攻撃をかわします。 すごい攻撃。取り組みました、了解ですよ。攻撃を回避、直撃を受けちゃいました。一番機だんだんエネルギーが低下してきました。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。よし、できました。後方に敵の増援が現れました。敵の本体に追いつかれたか。こっちに迫ってくるぞ。迫ってくるって言われても、こんな何もない空間でどうしろと。前方にクロノドライブ反応多数です。また新手の敵か。
通信が入りました。友軍からです。おお、ちゃんと通信は届いておったか。心配したぞ。ご無事だったんですか。いや、それよりどうしてここに。説明は後じゃ。これから敵に一発食らわせてやるから、ちょいと場所をあげ。ルフト艦隊、攻撃を開始しました。敵艦隊、撤退していきます。エルシオール、運が良かった。いや、度胸もいい。申し訳ございません、エオニア様。どうか私に雪辱の機会を。エルシオールの追撃をご加盟ください。焦ることはない。いずれ機会は巡ってくる。本当の戦いはまだ始まってもいないのだから。かしこまりました。時にエルシオールとエンジェル隊を指揮して、名前は何と言ったかな。タクトマイヤーズでございます。調査によると、革命前は第二方面軍の辺境にいたそうですが。知らないなら、な私が広告を追放された後に出てきた。ご苦労だった。はでは後ほど。タフトマイヤーズ、エルシオールと紋章、二つのロストテクノロジーを任された男か。いきなりエンジェル隊を任されたにしてはなかなか健闘している。いや、それともロストテクノロジーの能力か。どうしたの、お兄様。ノアか。何か悩み事？ノアに何でも話してちょうだい。向こう側のロストテクノロジーの力、少しばかり侮っていたようだ。それを使う男がどうしたものかと思った。そんな人間一人気にすることないわ。だってお兄様にはノアがついているのよ。白き月の機械もそう。どんな機械だってノアの力にはかないっこないんだから。ノアに任せて。あの申し置きたちのことはしっかり見ておいたわ。見ておいた。いくら申し置きが強いと言っても、それは普通の船に比べての話でしょ。だったら、紋章機と同じ力を持つものがあれば、どうかしら。なるほど、そういうことか。それは楽しみだな。期待している。勝手に殺すでない。この通りピンピンしておるわ。よかった、私たち心配してたんですよ。エンジェル隊の諸君も変わらず元気そうじゃな。ご無事で何よりです、ルフト中将。しかし、なぜあの場に。ギムソン星系艦隊が逃げ延びておったのだよ。彼らの情報から、お前たちの救出とエオニア軍の討伐のために出向いたというわけじゃ。そうでしたの。味方の人たちも助かったんですのね。よかろう。では説明しよう。
あれはお前たちのおとりとなって別れた直後のことじゃ。引きつけた無人艦隊をしのいだら、それ以降はわしらに追撃の手は伸びてこなかったのじゃ。こちらにエルシオールがおらんと分かったせいじゃろうな。よって率いた艦隊もほとんど無傷。だから我々は一直線にローム星系を目指した。そのためエルシオールよりも先に到着できたというわけじゃよ。まあまあタクトさん、こうしてちゃんと再会できたんですから。そうそう、そんなことぼやいていてもしょうがないでしょ。お互い無事だったのですからよろしいではありませんか。結果良ければ全てよし。おおおお、いやいや、まさかこれほどとは。しっかりエンジェル隊と仲良くなったようじゃの。さすがにわしが見込んだだけのことはある。もう司令官としては一人前のようじゃな。いいエルフと順将、あなたの教え子はまだまだですよ。おお、まだフォルテにだけは認めてもらえておらんか。ええ、まだまだ。この調子であと1年は頑張ってもらわないと。4年分はサービスしとくよ、今回の戦いに免じてね。なんだその変な顔は。部下にけなされたんだぞ。出しやがって、何なんだ。さて、おしゃべりはこれくらいにして行こうか、タクトよ。この先の中域に第三方面軍を中心とする艦隊が集結しておるので、そこへ合流するぞ。やれやれ、これで一安心かね。